送いたします。選手がゆっくりと前傾姿勢に変わっていきます。第12レース S級 準決勝、号砲が鳴ってスタートです。まずは2番の大森圭一が前に出ました。その後が7番の山賀正人です。そして3番の片織亮太、中段以降では1番の近藤隆二、4番小野大輔、6番の木村博史が位置を上げていくようです。最後方からは5番の鈴木隆二。まず序盤戦は3コーナーから4コーナーへ各選手は進んでいきます。今日の最終レースは S 級準決勝3つ目のカードになります。このレースラインが3つになっていきますが、まず6番の木村博史が前に来ました。非常にバック本数の多い選手なんですが、この青森の木村、昨日はまくりに回って強い競争をしています。後ろ続くのが地元の2番大森圭一。しっかりとこの地元バンク F1 戦決勝に進んでいくでしょうか。人気の中心となっています。3番手回りが4番の小野大輔です。中段からは1番の近藤隆二、まあ、昨日は結果としては4着だったんですけども、出番なく終わってしまった感じです。千葉勢は後ろ山賀正人の追走で、千葉勢はどういった勝負をしていくか。後ろからが5番の鈴木隆二、残り3周を今切っていきます。初日特選は先行するつもりはなかったと言っていましたが、果敢に動いていった東京の鈴木、準決勝も人気上位になっていまして、この鈴木の動向も気になります。後ろ3番の片織亮太も動く足を持っています。東京埼玉勢が後方から早めに動いてきました。前にいる6番の木村博史、そこをもう早めに抑えていこうという5番の鈴木、後ろ3番片織が続いていきます。そして1番の近藤隆二、千葉勢もその様子を見て一気に来るかどうか。残りはあと2周です。5番の鈴木隆二が6番の木村以下、北日本勢を抑えて前に踏んでいます。そして千葉勢来ました。1番近藤隆二、打賞前一気に上がってきました。千葉勢は1番の近藤隆二と7番山賀正人、打賞で前に出て果敢に今日は行くようです。そして後位からは5番の鈴木ですが、6番の木村も来ました。後ろ2番の大森圭一が乗ってきまして、最終ホーム一気に6番の木村博史が叩いて主導権取ってきました。さあ離れつつも追っていくのは2番の大森圭一、追いついて、落車またもつれた、5番の鈴木隆二落車しました。もつれまして最終の2コーナーへ、先頭6番の木村博史、その後離れましたが2番の大森が追っている。1番は近藤隆二ばらけていまして、その後後方で7番の山賀らが追っていますが、3コーナーから4コーナー6番の木村博史先頭、追ってくるのは1番の近藤隆二、直線コース。6番の木村博史が押し切って連勝のゴール。1番下は近藤隆二、その後2番の大森圭一ですが、落車があった最終レースです。5番の鈴木隆二が落車、最終周回1コーナー付近もつれまして、鈴木が落車をしてしまいました。落車でもつれてしまったこの最終の12レースなんですが、6番の木村博史は果敢な勝負をして押し切ったようです。最後は1番の近藤隆二が2着に上がってきまして、その後が2番の大森圭一、6番1番2番と上位3人が入っているようです。その後の4番手以下どうでしょうか。まず画面では前3人押し切った6番木村、1番の近藤2着のゴール、その後2番大森圭一3着、あとは4番手以下差が開いてゴール入っています。これは4番手以下もチェックは必要なんで。2番選手は最終周回第1コーナー付近において5番選手に対して外帯線の外側から内側に入り、5番選手を落車させましたので失格と判定します。決定。3着3番お待たせいたしました。函館競輪12レースの払い戻し金額をお知らせいたします。3連勝複式1368600円、3連勝単式61368280円、ワイド16810円、36400円、13730円。以上でございます。
これから残り2周を切っていきます。1番の山岸が後ろを気にしています。その後ろから4番の内山がまず動きまして、ただ前は突っ張ってきます。北関東勢が前々に行っていまして、中段からは3番の柿沢が切り替えて、後方からが4番の内山、2番の岡村、静岡勢後方で、さあ前を見て追っていくんですが、どうでしょうか。うまくペースを握ろうという1番の山岸啓太、4番の内山を睨んで主導権を取っています。残りはあと1周回、北関東勢のペースになっていくのか。短期中段からは3番の柿沢大輝が行っています。逃げる茨城栃木は山岸、芦沢、そして神山3番手を回って体勢1本。さあ依然4番の内山後方で5番手、体勢変わっていません。最終3コーナー回ってくる。さあ静岡勢巻き返してきますが、さあ3番の柿沢もスパートしてくる。1番の山岸啓太、7番芦沢大輔、直線コース。さあ前変わってくる。7番の山岸、芦沢追い込んで五輪、3番は柿沢です。残りは2周、さあ動いてきました。5番の飯野雄太、一旦は前に出るようです。6番の今野哲也追走、そして関東勢来ました。内から行ったのは3番松谷。さあここは松谷うまく中段行為を回っていくようです。打勝です。 S 級の準決勝、さあ抑えて主導権は関東勢、ライン3者行っています。1番の金子幸寛、番手は4番の神山拓也、回って最終周回にこれから入っていきます。3番手は7番佐藤真一、その後ろから、まあ、中段が3番の松谷秀幸と2番内藤信彦、後方は5番委員の6番の今野です。体勢1本で最終バックを通過、逃げていく1番の金子幸寛。さあラストスパートするかどうか。3番の松谷依然4番手ですが、前かかっているか。1番の金子と4番の神山、栃木勢踏ん張って、最後は7番の佐藤3番手、直線コース。最後4番の神山拓也が追い込んで5人、その3番の松谷が食い込んで落車もあったが、ゴールどうでしょうか。もつれました。残り2周を切っていきます。7番佐久賢治も前々踏んで突っ張る構えなんですが、5番の古谷は一旦行こうとしたんですが、突っ張られまして再度下げました。下がってもう一度5番手から巻き返す競争です。中段短期で回っていくのは4番の立川、今打勝、前は北日本勢。7番佐久賢治が一旦突っ張って自分のペースに持っていこうとしています。関東勢後方から5番の古谷がまくりに構えて、後ろ追走2番の相川英吾が人気になっています。関東勢後方です。さあ今行きました。5番の古谷高明まくり上げてきましたが、先行は7番の佐久賢治、地元勢マークですが、そこをまくっていくのは5番の古谷が前を捉えていくようです。最終バックを通過しまして、まくり切っていった5番の古谷高明、後ろはしっかり追走している2番の相川英吾、人気の関東勢。5番の古谷と2番の相川、あと切り替えて地元勢追ってきました。3番の明田と1番の荒沢ですが、先頭最後は2番の相川英吾、前かわしてゴリ。相川と古谷、人気の関東勢でした。別線がどう対していくでしょうか。前で警戒する3番は相笠、そして1番の野代屋も上がっていこうとしています。ライン3分線、前に行った関東勢3人、4番の福田博士。さあ別線ですが、3番相笠、1番野代屋、今4番手以下並走になっています。打勝で4番の福田博士、今日は抑えてうまくペースを握って主導権を取っていこうとしています。あとは後ろ並走になっていますが、福島勢と神奈川勢4番手の攻防ですが、ここはどうなのか。3番相笠翔太、1番の野代山とまだもつれている。ここは前がチャンスになってきますが、番手周りは2番の隅田陽介。さあ1番の野代が短期になってまくっていくか。さあ番手から合わせていくのは2番の隅田陽介、番手まくり先頭に変わってくる。2番の隅田陽介追っていくのが6番の藤田達也、関東2人、あとは1番の野代も食い下がってくるが、その後からは7番の神谷、直線コース。2番の隅田先頭で5位、あとは神奈川勢食い込んで1番の後ろへと7番の亀谷。
今日もしっかり勝ち切って決勝に行くでしょうか。後ろ並走になっています。高木の後ろですが7番の青木と5番中村並んでいまして、残り2周切っています。青木美優、そして中村美奈、ともに高木の後ろをなんとか続いていこうという感じですが、その並走はどうなっていくでしょうか。まもなく脱走です。前から行くのは6番の加瀬かな子、今脱走、ジャンが鳴って残り1周半切りました。1番高木真備は後方から、その後ろは並走になっていますが、前踏んでいくのが6番の加瀬かな子、そして一気に来ました高木真備が最終ホーム前に出ていくようです。後ろは7番の青木美優を追ってきていますが、6番加瀬も踏んでいます。加瀬かな子が踏んでいまして、ここはどうでしょうか。加瀬かな子と高木真備、ここは加瀬が合わせ切って先頭です。7番の青木美優、ちょっと1番高木が苦しい展開になっている。高木は今3番手から巻き返す競争ですが、突っ張って先行しています。6番の加瀬かな子、加瀬が先頭、風を切って2番手は7番の青木美優が追走。その後ろからが1番高木真備追ってくる。その後が5番の中村美奈、直線コース、最後6番の加瀬かな子が逃げ切った。五輪、加瀬かな子が押し切りました。7番の堀田萌奈は21歳になったばかり、ドサンコのルーキーであります。残り2周回、まず動いたのが6番の鈴木彩香、昨日は高木真備に食らいついて上位に入ってきました東京の鈴木。さあ後ろ、ここは2番の尾崎の好位を狙ってきた6番鈴木彩香です。前から行くのは4番杉沢、5番の篠崎、そして7番の堀田萌奈も動いてきています。今打賞、さあ地元のルーキーです、ホワイトガールズの堀田萌奈が一旦前に出ようとしています。そして2番の尾崎睦美が発進、打賞4コーナー回ってきます。ここで2番尾崎が前に出て先行勝負。さあその後ろはもつれそうですが、離れて4番の杉沢圭吾を追ってくる。7番の堀田は交代して、今3番手は5番篠崎睦美が前を追っている。1番中村ゆかりが4番手、さあ短期先行は2番の尾崎睦美、最終バック先頭、まだ差が空いている2番手以下ですが、4番の杉沢恵子が懸命に前を追っていますが、その後からは5番の篠崎真澄と1番中村ゆかり、今4番手、さあ直線勝負です。先頭は2番の尾崎睦美、先頭粘る、尾崎粘って粘りますが、最後どうでしょう、並んでくるが接戦で五輪。さあまず動いて、まあ、準決勝は3連勝中という7番の原田、人気を集めています。その後ろをすんなりと回っていけるかどうかですが、4番の田中貴彦、南関東勢に1番の宗影絡んで再度並走になってきました。前踏んでいくのは2番の佐々木義則ですが、7番の原田がどうしますか。さあ前に行った北日本勢、おっと来ちゃった、4番の田中貴彦落車です。脱走でもつれました、4番選手が落車しています。もつれてしまいまして、7番の原田は後方からまた今日まくりに回るようです。残りは1周回、逃げていくのは2番佐々木義則。さあこれを後ろから7番の原田亮太が一気にまくっていこうとしています。後ろ1番の宗影勇気が追走して2コーナー通過、2番の佐々木が踏んでいる。さあそこをまくっていくのは短期になった7番の原田亮太、最終3コーナー通過、前も踏ん張っている2番の佐々木義則、粘って5番手は山崎司、その後7番の原田はちょっと厳しいのか、直線コース2番の佐々木義則が粘り込んで五輪、押し切った。残り2周を切っていきます。5番の下岡、昨日は予選圧勝でしたが、この高愛称バンク、今日は三重四日市の先輩が追走です。2番は上田邦弘、その三重勢が人気ですが、まず行ったのは6番の小林雄一郎、前々からは北日本勢、これはもう突っ張る構えでしょうか。7番の牧田健也、今打賞111期の3選手でのライン3分線、ならば牧田健也別戦警戒しています。人気は5番の下岡翔也、今後方で構えて6番手からまくる競争になっていくか。残りはあと1周です。果敢に行ったのは北日本勢、7番の牧田、番手周りは3番の尾形哲馬がじっくりと回っていますが、さあ後ろからは今2コーナー一気に三重勢、5番の下岡翔也まくっていく、6番の小林も踏んでいきますが、
ここはバンテマイルチャンスは3番の岡田哲馬、5番の下岡ちょっと厳しいか、三重勢こうもがいている、先頭7番の牧田健也、絶好の番手は3番の岡田哲馬、直線コース前変わる3番の岡田が追い込んで今5位、あと1番下は小菅誠。埼玉の大崎、まず動いてきました。番手回りが4番の関隆之、この人が人気の中心、6番の鈴木も追走して関東勢3人ですが、先に行ったのは1番の引き地、別線を気にして前に行っていますが、そこを抑えていった2番の尾崎雄星、ここは引き地も抵抗しますが、前に行ったのは関東勢3人、今打勝です。サンレースの A 級準決勝、さあ後ろからは7番中野勇気も上がってきました。今度は近畿中部勢巻き返してきまして、2番の尾崎雄星と7番の中野勇気もがき合うのか、残り1周を切って前に行ったのは7番の中野勇気、さあそこが出て2番の尾崎は3番手から前を追ってきますが、一気に来ました。ここは近畿中部西の遠征勢、7番中野勇気と3番の佐藤渡る、あとは2番の尾崎3番手ですが、後ろからは1番の引き地がやってくる。ちょっと2番の尾崎は苦しいか、切り替えていった4番の関高之、3コーナーから4コーナー関が突っ込んでくる。7番の中野、あとは3番の佐藤と4番の関、直線コース前捉えていった4番の関先頭で五輪、関隆之。5番の福田拓也が番手を回っています。近畿一般戦では4連続で上位に食い込んでいる5番の福田、ライン3番手が2番の黒田満、ここは静岡と栃木で3人ラインを組んでいくようです。前に行ったのがその3番の小林、一旦下げて4番の姿、まもなく打勝となっていきます。ライン2つの2分線で人気上位は北日本勢の方ですが、まあ、その4番の姿、1番の田原を睨んで前々踏んでいくのは3番の小林博也、静岡の小林が今日は先行でいくのか、いやホームからは4番の姿が一気に発進、ここはかましていくようです。4番の姿のりよし、1番の田原も追っていきまして、ラインできったのは北日本勢、その後ろ3番手以下で3番の小林が前を追っていきます。一気に飛ばしたのは4番の姿のりよし、番手を食らいついて回っている1番の田原正宏、最終3コーナー通過、先頭4番姿、さあ番手回りチャンスは1番の田原正宏、追ってくる3番の小林、あとは5番の福田も突っ込んでくる直線コース、最後は1番の田原が番手追い込む先頭に変わったが並んで5番は福田拓也、接戦のゴール。残りは2周切っていきます。一応はライン2分線ですが、1番の川村が前々へと攻めていきそうです。短期の2人は1番川村と4番富山、今前に行ったのは6番の小川辰徳、一方下げて2番は田中浩二、後方からザ・打勝です。2日目の1レースは A 級一般戦、6番の小川が今日は前々動いて先行勝負になっていきそうです。そして構えています2番は田中浩二が後方の5番手からどうやらまくりに構えての最終周回です。今1番の川村明則は後位3番手を回って、さあどういった突っ込みをしてくるか、6番の小川辰徳が逃げて埼玉勢主導権、これを一気に後方から2番の田中浩二が短期になってまくっていく、先に2番の川村も踏んでいますが、さあここは1番の川村が踏んでいる、そこに乗ってきていますが、2番の田中浩二、6番の小川をかわしていくか、1番の川村と2番の田中、直線を捉え切った最後は2番の田中浩二、5位、あと接戦。